はい、皆様こんばんは。10月の15日午後10時を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日金曜日の第2部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、私も先ほどね、仕事場から戻ってきまして、ごめんなさいね、収録時間がかなりね、押しておりますけれども、まずですね、ごめんなさいごめんなさい、こちら今皆様に見ていただいているものが、パイナポー TV というね、私ビットマン TV のまあ補助線とでも言いましょうか、テレグラムの方で解説をさせていただいております無料のオープンチャットになります。これはまあ私バディのね、ご協力のもと解説いたしました。無料でございますので、まあね、もしまあ先に案内でありますけど、入られていない方がいるんであればね、ぜひともね、ご参加してみてください。で、その中で今日の昼間にね、私の、前々からの視聴者様、そしてこのね、パイナポー TV の前々からのね、船員の方でありますエリさんがね、こういった形でご報告をしていただいたんですよ。で、見ていただきたいんですけど、紹介コードをね、更新した方がいいかもしれませんというふうに、まあテレグラムの方で入っておりまして、ボーナスがまあ入っていないなというふうに思って、このエリさんがね、こう運営の方に問い合わせてみたら、返信が返ってきたらしいんですよ。で、一応ちょっと見ていきましょうかね。こういった形で一番上の方に米印で紹介サイトのね、会員登録ページが更新されていない場合、だからここをおそらく切り取っていただいて、先ほどの内容を多分カッとこう上げたんでございましょうけれども、ボーナス付与がね、いただけない場合がありますと。で、この後に、まあ、私の、ビットマン TV さんのアフィリエイトから登録を、まあ、させて、していただいて、ですね、まあ、こういう状況になっておりますけれども、で、この後にね、運営様の方から、大変恐縮ですがと、古い紹介リンクから登録した可能性がありますと。で、特典センターがね、開設してから、活動開始後、すべての登録リンクをね、新しいリンクに更新する必要がありまして、特典ボーナスを得るには、新しいリンクから登録する必要がありますと。いうふうに、こうね、運営の方からあったんですよ。で、一応、私ね、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、言い訳がましくなるかもしれませんけれども、運営側の方からですね、このリンクの差し替えっていう連絡が全く来てなくてですね、これは事実でございます。はい、来てなかったんでございます。で、一応ちょっとごめんなさい、もう一回、閉じますけれども、時系列的にね、そこに関しても、一応私、文章を、皆様に、ここ、作成いたしまして、一応ね、これを見たとき、見た後に、すぐ、私も、運営の方にね、確認をいたしまして、運営様の方に確認をいたしまして、一応返答をね、もらったわけでございます。で、まずこれまあ読んだ方が早いかなと思いますので、読みますね。このね、ビットゲッターさんの、今日の昼間ぐらいに来て、一応ね、連絡をやり取りして、ある程度決着したのが7時50分ぐらいだったので、ちょっとね、遅くなって申し訳ございませんと。で、まず一つ目。はい、いきますよ。特典センターが、できる前にね、登録した方いらっしゃるじゃないですか。例えば、私以外のリンクを使ったりとか、例えばリンクを使わずに、普通に、ビットゲットさんのサイトの方に行っていただいて、登録をした方とかいると思うんですけれども、そういった方々っていうのは、一応ですね、このボーナスに関しては、あちら、ビットゲットさんのサイトの方に入っていただければ、特典センターっていうのがあると思うんですよ。で、そこを押していただければ、もらえるボーナスがね、バーっと羅列されているような状況になっておりますけれども、一応そのね、いわゆる特典センターができる前に、登録をした方に関しては、すべてね、一応フォローボーナスしかもらえないと。つまり、何が言いたいかと言いますと、初回入金ボーナスであるとか、あとはほら、取引ボーナスっていうのが多分書いてると思うんですよ。あれが、一応ね、対象外というふうになるというふうに、運営の方からいただきました。で、2番目に、まあ、ここからですよね、一応、私が皆様に一応お伝えをね、このパイナポー TV にね、参加されていらっしゃらない方もいると思いますので、やっぱりこのね、YouTube の配信の方でしっかりとね、お伝えをしておいた方がいいかなと思いましたので、今ね、お伝えさせてください。2番目に、この特典センターがね、できた後に、ビットマン TV のリンクをね、ご活用いただいたんですけれども、ボーナスが対象になっていない方がいると思うんですよ。わかりますよね。ですから、特典センターができた後に、私のリンクを使っていただいて、登録したのに、対象にならないんだけどっていう方が多分いると思うんですよ。で、ここが、まあ、私がね、皆様に、やっぱりもう本当にね、申し訳ないなと、本当にね、もう謝らなければいけないという事態に陥りました。本当に申し訳ございませんでした。もう書いてあることそのまんまなんでございますけれども、いきますよ。このビットゲット、一応時系列的に、ビットゲットさんのね、特典センターが、まあ、書いてます。できた後に、私のね、リンクが、変更になっておりましてと。で、これは、先ほどね、確認いたしましたら、確かにリンクが変更になってました。だから、もともと YouTube の方に貼っていた、ビットゲットさんのリンクあるじゃないですか。あれが、今、もうこの動画、この2個前ぐらいの動画からもう差し替えてますから、前、長ったらしいリンクがね、多分貼ってあったと思うんですけど、あれがもう短いシンプルなものに多分切り替わっていると思います。で、このリンクが変更になっておりまして、このね、連絡に関しては、本当にね、私自身も言い訳になるかなと思うんでございますけれども、運営の方からですね、通達が来てなかったんですよ。ですから、この、
特典センターがねできる前のリンクのままだからあの長ったらしいリンクのままにずっとね今までなっていたという形になってるんです。でこのまあリンクのね変更まあ一応私も掛け合ったんです。いやなかったですよとそういった連絡一切なかったんですけどみたいな。ですからとにかくそのね特典センターができた後に私のリンクまあだからいわゆる前のリンクですよね、あれを使って登録をしていただいた方になんとかねこの、いわゆる初回入金ボーナスであるとかあとは取引ボーナスをなんとか適用してくれないかとそれをね一応掛け合いました。ですけどもまあここですよね書いてありますけれどもここね、まあ、ごめんなさい続き読みますよ。リンク変更に関してね通達がなかったことに関しても一応ね運営の方からあの真摯にねやっぱり謝罪がありました。でまあ本当にこのままなんですけど本当私自身もねまさかですよこう特典センターができた後にリンク自体がね変わっていると本当に気づいてなくてもうこれは私自身のねやっぱり、少なからずとも確認不足まあ本当に変わっていると思ってなくて確認不足っていうのもあったと思いますので本当にね皆様にはもうあの申し訳なかったなというふうに、本当に心の底からね思っております。ですからこの、特典センターができた後に私の前のリンクを、使った方もやっぱりこの一番の方と、同じようなこのねフォローボーナスしかもらえないという対応になりますということで一応運営の方から、返答がねありました。もうなんとかこうねしてほしいという形だったんでございますけれどもやっぱりこのボーナス関係はこのビットゲット本体のシステム上の問題があるからちょっとそれが難しいということで、一応ね返事をいただいたわけでございます。でまあここですよね3番目はい、特典、センターがね、できてから、今現時点までにね、まあ、いわゆるここですよ、登録をしていただいた方へ、まあ、書いて、あの、先ほど言いましたことですね、まあ、なんとかね、本当にボーナス対応をしてくれないかというふうに掛け合ったんですけれども、やっぱり、あの、先ほど言いました、システム上難しいらしく、あの、運営側からね、同じく、ちょっとこう、申し訳ないですけど、そこがちょっと難しいですという形で、まあ、謝罪があって、んで、一応他のね、代替案、まあ、他の替えの案がじゃないのかというふうにも掛け合ったんですけれども、やっぱりその時の返答といたしましては、やっぱり現状、ちょっとこう、難しいということで。で、一応ね、私も、まあ、なかなかね、こう、力不足で本当ね申し訳ないなと思った次第でございます。で次第でございますというかでこれがあったわけですよね。でその後にねもうこれ7時50分ぐらいに皆さんに送ったんですけどこの後にね大魔王さんがわかりましたありがとうございますという形で返信もいただきましてでもういや私がねこれをね皆様にまあ通達あのお伝えをしたんですけども私がやっぱりこうね考えたのはなかなか難しいでございますけども、私がね、本当に皆様側の、立場だったらね、多分ムカつくんですよ。ムカつく。いや、ですよ、絶対に。やっぱり私は、いい気持ちは、やっぱりしませんしね。やっぱり、ビットマン TV 並びに、というか、ビットマン TV ですよね。私の確認不足っていうのもありましたから、ビットマン TV 並びに、なんだよ、ビットゲットは、というふうに多分なると思うんですよね。やっぱりそれがありましたので、私自身も、ちょっとね、こうね、申し訳ございませんと、ちょっと謝罪だけじゃもうね、なんともこれね、こうなんか、私自身も、得がいかなかったですし、もうなんとかね、なんとかしないとやっぱり思いまして、先ほど言いましたけど逆の立場だったらね、いやってなると思うんですよ。だから私ができることと言ったらとにかく運営とね、ビットマン TV のまあいわゆるね長ですよ、長としてそして私のねビットゲットのリンクを使っていただいてわざわざリンクを使っていただいてアカウントまで作成していただいた皆様、やっぱりこれがねものすごくなんか裏切ったような感じもしましたから、もうできるところまでとにかくもう一回突っ込んでみようと、もうとにかく行けるとこまで行くしかないと思ってね、もういやいや嫌われてもいいと、ビットゲットさんに嫌われても全然私は痛くも痒くもないですから、私は私自身のやるべきことをやるだけでございますし、まあそれはね弾かれたらこうねもうしつこいお前って言われたらそれはそれで悲しいわけでございますけれども、無視されたりとかね、したら悲しいわけでございますけれども、とにかく私ができることと言ったら、せっかく私のねリンクを使っていただいて登録をしていただいてやり取りを取引をしていただいている方になんとかねならないかという形でもう一回とにかく運営の方にね掛け合いました。その間にね、こう皆様から、まあ、エリさんからね、またこうね、まあ、ありがたい お言葉を本当に、掛け合っていただいてありがとうございますという形でね、いや、むしろ私の方が本当に何遍も言いますけど、もう寛大な心でね、受け入れていただいてくれて本当にありがたくてね、もうやっぱりこういったのを見ると、やるしかないというふうに思いました、掛け合って。で、追記で一応ね、返答をいただきました。やっぱりちょっと私も先ほど言いましたように、あまり気分がね、良くなかったので、皆様と同じような形、気持ちになりますと。で、ここ、まあ、一応読んでいきますけども、こういった形で運営の方にね、送らさせていただきました。一応上の方は運営の方の連絡先とか載ってたんで、ここはね、一応消しておりますけれども、まあ、この件はね、やっぱりここ、まあ、私の本心です。これを全て伝えて、やっぱりお金が絡むことですから、そうじゃないですか、実際。お金絡むことでしょ。ボーナスと言ったってお金じゃないですか。いわゆる、まあ、直接出金はできないですよ。ですけれども、例えば数量とかね、ああいったものがやっぱりほら、使えたり、もしますから、お金が絡むことですから、ね、これ
皆様にね、やっぱりこう流そうか流すまいか、ちょっと悩んだんですけど、やっぱりここはもうね、私自身がもう、納得いかなかったので、やり取りすべてをね、一応皆様にお伝えしておりますけれども、まあ私にとってもね、これビットゲットさんにとっても、どう考えたって、マイナスでしかないというふうに私自身も本当に思ったんですよ。これは、そうですよね。どう考えたってそうじゃないですか。お金が絡まないことであれば、まだ、まあいいよいいよっていうふうにね、受け入れてくれる方も多分大勢いると思うんですけど、やっぱりお金が絡むことですから、しかも、私のミスでね、こういう状態になってしまった。ですからこういった形でマイナスでしかないと思いますので、まあここはね、一応公開するつもりがなかったんで、一応ね、まあ言い訳正しく書いてますけども、まあ私のね、完全ミスなら、まあ私、ビットマン TV だけがとにかく謝れば、まあ済むとは思います。実際問題。ですけども、ごめんなさいね、これ、ほんと言い訳がましくなってますけど、やっぱり私自身が本当に思ったのは、この運営のね、ビットゲットさんの運営の、まあいわゆる連絡ミスがね、やっぱりこれ本当に大きいと思っていたんですよ。ごめんなさいね、公開するつもりなかったんで、普通に私の本心として入れてますから、ごめんなさいね。まあ運営のミスが大きいと思いますよと。で、運営として何かね、できないのですかと。だからもう一回掛け合ったんです。8時過ぎに。やっぱり考え直して。で、もうむしろちょっとここは強めにね、ほんと切れ気味なんですけど、何かをしてもらわないとほんと困ると。ビットマン TV を、のリンクを使っていただいた方に、やっぱり何かをね、してもらわないと困るぞという形で言いましたら、ここ、もうかしこまりましたと。現在、運営側としてできることは、やはりね、これ、体験金の配布だと考えておりますと。で、具体的なプランについて、まあ、社内でね、議論してからまた別途で連絡をいたしますよ、という形で、一応ね、返信をいただきまして、まあ、いい方向に、まあ、もしかしたら、ボーナス、ね、本来もらえるはずであろう、ボーナスよりはもしかしたら、少ないかもしれませんけれども、こういった、形でね、運営の方が、やっぱりこうね、真摯に私の、まあ、心の声でございますよ、受け止めていただいて、議論をするということでね、話が進展いたしております。で、その後に、やっぱりこちらもそうでございます。はい。まあ、ちょっとなんかね、お前、ビットマン TV お前、くせえぜと思うかもしれませんけど、ほんとごめんなさい。これね、公開するつもり、何回も言ってごめんなさいね、公開するつもりなかったんで、ちょっと臭いようなこと言ってますけれども、これ本当に私の、本当に心の言葉でございます。はい。今からね、やっぱりこう、私の、まあ、いわゆる、ビットマン TV の、このビットゲットさんのリンクを使ってね、登録してくれる方も、やっぱり増えてくると思います。私自身はそう思ってますし、私自身もね、やっぱり皆さんにずっと前から言ってますけども、もう世界一になりたい。うん。そして、やっぱりこんな風にね、お話をやっぱり案件としていただいたビットゲットさんにも、真摯に本当に COO の方まで出てきてくださいまして、私と一緒に話をしてね、世界一になりたいんだと、それぐらい熱い思いを私に語ってくださいましたよ。うん。あとは、このね、マネージャーさんでございますけれども、この方も、なんとか協力してくれないか、ビットマン TV という形でお話もいただきましたしね、このビットゲットさんにも、やっぱり世界一になって欲しいというふうに思っております。で、ここちょっと名前が出てるんですけど、このね、マネージャーさん、蝶さんという方なんですけど、やっぱ蝶さんにもね、やっぱり、そうでしょ？うん。そうだと思うんですよ。わかりますよね？ここに書いてあること。だってね、おそらく蝶さんが私に声をかけてきてくれた。で、私がそこに対して、まあ、いわゆる答えた形になるんでございますけれども、うん、やっぱり、私がね、ある意味こう頑張ることで、この蝶さんも、社内での、うん、やっぱりね、地位も、ある程度、偉くなるでしょうしね、うまくいけばでございますよ。そういった今も含めまして、やっぱり、蝶さんにもね、やっぱりビットゲットの中で、やっぱり偉くなってほしい。まあ、偉くなってくれたらですよ。わがまま聞いてもらえるかもしれない。わがまま聞いてもらえるかもしれないじゃないですか。ごめんなさいね、ごめんなさいね。そういうつもりで入れたわけじゃないでございますけども、やっぱり本当に人間として関わってくれた方ですからね。このビットゲットさんのマネージャーという形で、私に関わってくれた方ですから、やっぱり、社内でね、偉くなってほしいんですよ、本当に。もう、むしろ社長レベルになってくださいよというふうに思っております。ですから、この方のね、やっぱり男気に惚れて私も協力した部分があります。で、今回の件なんですけども、このね、ボーナスの件なんですけども、やっぱり、こうね、まあ、小さなことって書いてありますけども、小さなことではないですよね。ここはちょっとね、私も、なんかこう、ニュアンスをちょっとこうね、あれだったかなと思ったんですけど、まあ、小さなことかもしれませんがと、まあ、ここで、やっぱりこう、しっかりね、本当に真摯に、登録者様に、もう向き合うことが、やっぱり今後のね、私たちにはやっぱり私もそうですし、やっぱりビットゲットさんですよね。ビットゲットさんもそうですし、その信用ね、やっぱりこう、ちゃんと高めるというか、信頼性の問題でしょ？こういうのって。やっぱりお金が絡むね。例えばカスタマーセンターに連絡しても、もう返答なんてもう1週間、1ヶ月経っても来ないと、そんなところの取引所誰が使いたいと思いますかってことですよ。わかりますよね。で、特にね、もう神経を使うお金のことですから、特にお金のことですから、やっぱり信用関係につながりますですから、ここをね、ちゃんと真摯に登録者様にね、しっかり対応するっていうことが信用を高めることにもつながると思いますと。で、一度ね、やっぱりこう議論をしてみて、もうどうにもならんと。どうにもならないんだったら私がね、再度、まあ皆様ね、謝罪しますからと、よろしくお願いしますというふうに言いましたら、なんと、このマネージャーの方がね、どうにもならないことはないと考えていますと。もうすぐレスポンスが来まして、一応プランを持って、私に、報告をいたしますということで、連絡が上がって、来ております。本当にね、なんとか、もしかし
したら最初のあのボーナスがねもらえるところよりは目減りするかもしれませんけれども、一応ね、こう折り合いがつく形でなんとかね収めていただけないかなというふうにね、私もこれ皆様にねちょっとお願いをしたい次第でございます。本当に、で最後にごめんなさいね、もう本当にこういった返信をいただきまして、すぐねやっぱりレスポンスが来る方ですから、このマネージャーさんはもうそれでこそ、やっぱりそれでこそね世界一を狙うビットゲットだと。わかります？この一番上のメールもう切れてますでしょもう絵文字もなんもないですよ、さ当たり前ですよね。ですけど真摯にこういった形で、の返信をくださいましてね、やっぱりそれでこそ世界一を狙う、やっぱビットゲットという取引所だとね、最高の取引所になりますよと、そういった形で本当に登録をしていただいているビットゲットを使っていただいている方々すべてに真摯にいろんなことに対して対応してみてくださいよと。ビットゲットさん、今これはビットゲットさんに言ってますからね、そうすればいいんですよ。間違ったことミスっていうのは多分誰にでもあると思います。ですけどそのリカバリーっていうのを真摯に真摯にねやっていけば必ず受け入れてくれますから、絶対に取引所を使ってやろうかなって思いますから。だってよく考えてみてくださいよ、 FX 関係、別にこれ言い方荒いかもしれませんけど、ビットゲットさんを使わなくてもいいわけじゃないですか。だって扱っているものって一緒ですもんね、ある意味。言い方をちょっと荒くしますとですよ。ですけども、じゃあ人々が取引所を選ぶ基準って何なのかって言ったら、やっぱり信頼性であるとか、わかりますよね、この登録をして使っていただいている方に対するやっぱり真摯なね向き合い方、カスタマーセンターにのいわゆるねこう早いレスポンス、こういったフォローですよね、いわゆるこういったフォロー、こういったものがやっぱりしっかりしているところがね、特に日本の方っていうのは特にねそういったところを基準に選ぶと思いますよ、私は。ですからこれはね本当に今回の件、おそらくこうね、私自身もそうですし、このビットゲットさん自身もそうですし、まあ大きい取引所ですしね、ビットゲットさん自身もそうですし、私のこのね、アフィリエイト関係誘っていただいた張さんもそうですし、このね、まあ関わっている方すべてがね、やっぱり今回の件を通していろんな意味でね、こう信頼性を高める、そういった意味合いを含めて成長がねできるんじゃないかなと思いますので、ここまで本当にね、あの配信に乗せて、ビットゲットさんにねやっぱりお伝えしたいのは、真摯にね対応、もう どこまでできるかわかりませんけども、やっぱり議論まで上げてくれるっていうのはものすごく、これはね登録をしていただいている方にとっては嬉しいことだと思います、やっぱり。だっておざなりになっていないということですもんね、無視されていないっていうことですもん、やっぱり取引をする上で大切にされているっていう意識がやっぱりね、使っている側からしたら芽生えてきますから。ですからこれをね、こういった姿勢を続けていけば必ず必ずです、世界一になれると私は信じてます。そしてそのためであれば、こういった真摯な対応をしてくれる、今後もね続けていってくれるんであれば、私は本当に YouTuber 人生半分乗してますからね。だって案件として受け入れたわけでございますからね、わかりますよね、私の YouTuber 人生も半分乗してますよ、ある意味。オッケーです。ですから、ここね、完全にバックアップをね、今後も、やっぱり一生懸命させて いただきたいなって、私の方からね、もう完全に世界一になる取引所と大きく関われるビットマン TV ってすごくないみたいな形でね、私も完全にバックアップをね、させていただきたいと思いますので、本当に今回の件はね、ぜひともぜひとも、聞いていないかもしれませんけども、よろしくお願いいたします。まあ、こういった形で、一応ですね、話の筋、ボーナス関係に関しましては、私のね、リンクをご活用いただいて、特典センターができた後にね、登録、アカウントを作成していただいた方には本当に本当にね、あちらです、ご迷惑をねおかけしたような形になりますので、本当に申し訳なく思っております。もう本当にもう再度ね、言葉でね謝らさせてください、申し訳ございませんでした。しっかりね私も運営と、ここはね密にこういったところはね、やっぱりこう連絡事項として、まあ今後はねないような形にはなるかなと思いますけども、しっかりね、そこを迅速に対応をね、今後何かしら変わるんであれば、していきたいと思いますし、このビットゲットさんに関する情報をね、しっかりと、正確にね流させていただきたいと思いますので、もしねよろしければ、今後ともこのビットゲットさん並びに私ビットマン TV ね、よろしくお願いいたします。もし本当にね今回の件は申し訳ございませんでした。一応ね書いてあります、掛け合いまして何らかの形でと。でそしたらね、本当にありがたいことにもうね、なんてもし恵まれてんだとね、愛の無知と愛の雨やんという形でチンさんからねいただきました本当にもう口から口が生まれてるぞおっさんという形でソウルマンからもいただきまして、ちょっとね本当にこのメールの一番上はね、もう本当キレゲーム、もう何かしろよお前みたいな形でね、ビットゲットさんに要求しましたら、本当邪険に思わずにね、張さんが、真摯に本当に対応してくれて、まあどうなるかは分かりませんけれども、議論までは上げていただけるということでね、ここは本当にねお願いしたい次第でございます。はい、やっぱりそうですよね、こう分かりますよ、例えばですよ、極論の話ですよ、極論の話、もし例えばですよ、例えばこれが10ドルボーナスで勘弁してくれませんかと、例えばですよね、なった場合でも、その気持ちにが嬉しくないですか。私はそっち側というか、もし私が視聴者様側だったら、あそこまでこうね、議論まで上げてくれて、社内でね、議論をしていただいて、もうギリギリ出せるのが10ドルボーナスだ。でもそこまでは本当に対応として出せますから、ここでお願いいたしませんでしょうかっていうね、そういう風な返答があって、もうなんか金額じゃない何かがあるっていうの分かります？取引所として。何
んかそこですよね。そういった真摯な対応をしてくれるっていうのがものすごく、私が、やっぱり使っている側、私自身も使っている側でございますからね、ものすごく嬉しいなというふうにね、感じて、おります。だからやっぱりここに対してはね、真摯に、まあ何かしらの形で、いただければなというふうにね、私自身もとにかく考えております。やっぱりね、このパイナポー TV 含めビットマン TV のね、一応皆様から船長として、ランキングは私自身一番低いと思っておりますけれども、もう燃料補給係としてね、まあ一番ランキングは低いと思ってますけれども、まあ皆様からね船長と言っていただきまして、やっぱりそこはね、しっかりと、皆様に対しても嘘はつきたくないですし、こういった形でねやり取りをもうバーンと皆様にねお見せしておりますけれども、まあこういった形で、話を進めましたのでよろしくお願いいたしましょう。で、続きなんでございますけれども、キャンディーさんからもね、まあ船長のお気持ち本当に嬉しいです。いやいや、もう私の方がですよ、私の方が本当に嬉しいございます。皆様からこういった形でいただいてね、ありがとうございますので、口から口の下り好きみたいな、そこかよみたいなね感じでございますよ。はい。で、アメとムチかみたいな形でね、マルちゃんも言っていただいておりまして、あとここね、キャンディさんが、本当にいいことを言ってくれてるんですけど、もう一回ね、このビットゲットさんはバイナンスとかやっぱりバイビットに比べたら、やっぱりアプリなど不具合はちょっとね多いように感じますと。で、ただね、やっぱりこうカスタマーサポートの速さはおそらくですけど、多分尋常じゃないぐらい早いと思いますよ。これ本当に本当にこれはやっぱりビットゲットさんね、あ、本気なんだなと。だから今後やっぱりね、皆様、本当にビットゲットさんのね、あちらになりますけれども、今後、やっぱりこうね、アプリであるとか、そういった不具合関係もね、しっかり、していく。やっぱり、今からね、こう始まっていく世界道、世界一へのね、道を今突き進んでいるビットゲットさん。やっぱりカスタマーセンターだけではなくて、そういったね、アプリ関係であるとか、こういったものもね、含めて、必ずね、良くなるようにね、改善をね、絶対していくと思いますから、やっぱりここはね、見捨てずに、ぜひともね、よろしくね、見捨てないでくださいということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そして、ここね、書いてますね。丁寧に対応してくださるので、とても感謝していますよと。で、ここ、リノさん、本当にいつもありがとうございます。さすがでございます。何をおっしゃいますやらと、やっぱり信頼がね、やっぱり深まる。やっぱりここですよ。やっぱり信頼ですよ。お金が絡むことはやっぱり一番は信頼。信頼がないと何にも始まりませんし、絶対的に使おうとはやっぱり思いませんからね。それは絶対にそう。ですから、ビットゲットさん、このね、対応を絶対続けていけば、絶対トップになりますからね、頑張ってくださいということでね、ここの、真摯に対応するというのは、まあ私もそうでございますけども、まあ皆様にね、皆様に真摯に対応する。まあそうですよね、私のリンクを使っていただきましたから、やっぱりここは皆様に真摯に対応しないといけないですし、すべてをね、やっぱりオープンに見せていかないといけないかなと思いましたからね、ちゃんとやり取りしてるのかビットマン TV って思う方も多分いたと思うんですよ。わかりますよね。だって、そうでしょ、こういった話があった時に、もしかしたら人によっては、もうめんどくさいよってね、思う方も多分もしかしたらいるかもしれません。いや、わかんないですよ。例えばほら、アフィリエイトをやっている方で、いや、もうそのボーナスとかもう、とにかく、いや、無理なもんは無理だからという形でね、形だけ、こう、やり取りをしましたっていう方ももしかしたらいるかもしれませんけども、私はね、そういうふうに思われたくはないというか、やっぱりちゃんと皆さんにね、やっぱりオープンにいろんなことをしていくっていうのが、私の、まあ、この YouTube に対するね、やっぱり軸、ちゃんとはっきり物事をオープンにしていくっていうのは、私の軸でございますから、じゃなかったら、アフィリエイトとかあんなふうにね、もう堂々とバチンって、まあ、それ言いませんよ。言いにくいことでしょ、普通に考えて。でも言いにくいことだけど分かっていることじゃないですか。やっぱりでもそういったものはちゃんとバシッとね言葉で言いますし、やっぱり運営とね、しっかりやり取りをしているっていうのはね、皆様にもやっぱり信頼をしてほしかったので、先ほどのメールも載せましたし、ここはね、よろしくお願いいたします。こういった形でね、まあ、信頼が深まりますと。で、あとは K さんね、本当に K さんもいつもね、特にあれですよね、ビットゲットの方で、K さんがね、もう管理人様レベルで、もう管理人になってくれませんか、無理ですか、今なってませんよね。まだなってない感じが するんじゃないかなと思いますけど、なっていただきたいと。で、船長とね、ご多忙中と皆様のために迅速に対応していただいて本当にありがとうございます。いや、何をおっしゃいますやらと。で、ここね、嬉しいことに、はい、船長の世界一の決意と本物だと確認させていただき、もう本物当たり前じゃないですか。もう絶対に私はね、もう絶対的に行こうと思っております。本物でございます。そういった意味も含めてやっぱりね、どんな小さなことでもやっぱり拾い上げていかないと、ちゃんと真摯に対応していかないといけないというふうに思いましたので、ここは、はい、これからも当然そうでございます。世界一になったとしても私のこの軸はブレることは絶対にね、ありませんから、よろしくお願いしますよ。みんなで、船長が世界一になるまで応援し続けますよと、本当に嬉しい言葉、ありがとうございます。あと、横さんもそうですよね。もう船長のね、アフィリエイトになっていれば大丈夫ですと、もうなんと嬉しいお言葉、本当にね、ありがとうございます。船長の動画を見て、これからもね、儲けるので、ここに対しては完全にね、私ができうること、その配信における、その時々の最高の配信をね、していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。で、ここね、さとこさんもそうでございますよ。本当にありがとうございます。こちら、さとこさんは、
です。お肉を送っていただいた方でいいんですかね、もしかしたら。本当にありがとうございます。私のできる言葉と、素早くね、リツイートマシン化になることぐらいですがと、頑張り、いやもう何をおっしゃいます。本当に、本当にありがとうございます。はい。キャンディさんも私も私もと同じくですという形でね、本当に、本当にありがとうございます。皆様のこのね、お言葉が、うん、やっぱり私、うん、まあ、再度と言いますか、ずーっとね、考えてというか、ずーっとそれをね、軸としてやっております。うん、皆様に嘘は当然つきたくないですし、正直者のね、ビットマン TV としてね、これからもずーっと永遠と、この YouTube が、私が終わるまででございますね。終わることはないです。終わるのは私が、この世からいなくなる時でございますけども、そこまでね、ずっと皆さんと心と心でぶつかり合うね、やっぱりビットマン TV でありたいなというふうに思っておりますので、今後ともですね、私ビットマン TV、そしてサイドになりますけれども、こんなにね、真摯に対応してくださっている、対応していこうとしているビットゲットさん、本当に今後ともよろしくお願いいたします。そして、ごめんなさいね、ちょっと長ったらしくなっておりますけれども、一応ね、YouTube の方は、一応リンクは差し替えております。新しいリンクにね、なっております。で、Twitter の方に関しましては、ですね、いいですか？うん。上にピン止めをしておりましたけれども、一応それをね、今外しております。やっぱり今こういう混乱した状況になっておりますので、一旦はピン止めを外しております。で、この配信がね、終わり次第、うん、もう一度ね、このビットゲットさんの、リンクを、新しいリンク、ボーナス対応される新しいリンクをね、貼りたいと思っておりますので、もしよろしければこの話の流れの中でなんでございますけれども、本当に申し訳ないんでございますけれども、やっぱりビットゲットさんの応援も含めまして、私の、こちら、リンクの方をね、ぜひともぜひともご活用していただければ、私自身も、アフィリエイトでございますから、嬉しい限りでございますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。あとでリンクをね、貼り直して、おきますので、よろしくお願いいたします。そして、ちょうど、うん、KCGI の、うん、大きなね、ビットゲットさんの今年から始まるトレード大会が、10月の20日から、エントリー開始、来週エントリー開始でございますので、ここも含めましてね、ぜひともチームメンバーとしてね、このビットゲットさんの、うん、トレード大会盛り上げていきたいなというふうに、参加していただいてね、私自身もチームの長として、うん、盛り上げていきたいなというふうに思っておりますので、もしよろしければ、チームメイトとして、戦友として、バディとしてね、こちら、うん、私がチームを作った暁にはね、一緒に参加していただければと思いますので、こちらも、よろしくお願いいたします。はい。案内に関しましては、来週あたり動画をね、作って、いきたいと思いますので、このトレード大会に関する動画を作っていきたいと思いますので、そちらのほど、ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、こういった形で、テレグラムの方で、ちょっとね、問題になっておりました、ボーナス関係の話、一旦は、ちょっと区切りとして、まあ、決着はしたのかなと。あとは運営側からのね連絡待ちという風になりますので、よろしくお願いいたします。ご了承ください。よろしくお願いいたします。はい。それでは本日の内容いってみましょう。本日の内容なんでございますけれども、いきますよ、いきますよ。はい。気分を変えてと言いますかね、元気よくいきましょうよ。今日のニュース、重要ニュース、ちょっとね長引きまして、あちら、収録がね遅くなりまして、配信時間がちょっと遅くなりますけれどもね、そこはご了承ください。はい。重要ニュースはいきます、いっちゃいます。行きますよ。行きますよ。行きますよという意味で。4つ、うん、そうですね。4つございます。そして、チャート分析がいきますね。ビットコイン、イーサリアム。はい。そして、マティックでございますね。マティック。そして、ジャスミーでございます。ジャスミー。はい。そして、GRT でございますね。GRT、ザ・グラフでございます。そして、最後締めくるのは、今、ものすごくぶち上げている、キープ。キープで行ってみたいと思います。皆様。ぜひとも、金曜日の第2部の配信。真摯に対応してくれているビットゲットさん含め、私確認不足のビットマン TV、 本当に申し訳ないと思っておりますけれども、ぜひとも気分を一新して第2部の配信、ぜひとも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 楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。パワー、行きましょう行きましょう行ってみましょう。まずはお一つ目、こちら行きまーす。はーい。バイナンスですね、バイナンス。はい。7つの新規ペア追加へということでございます。行きましょう。はい。バイナンスがね、上場をしたということで、あ、取引ペアを追加、上場じゃないですよね。取引ペアを追加したということですね。上場ではないです。ごめんなさいね。暗号資産の取引所、うん、バイナンスが15日ね、新たに7つの新規取引ペアを追加しましたと発表したと。で、追加される取引ペアは以下の通りということで、まあ、もともとね、取り扱いはあったんですけれども、なんとか建てっていうのがね、オーストラリアドル建てとか、ブラジルレアル建てとかいうのが加わったということですね。アバランチやアクシーインフィニティ、ファントムなどの人気ディファイ銘柄で NFT 関連銘柄が対象だということでございますね。で、ここ、うん、アバランチ、とあとはアクシーインフィニティ、ファントム、テラ、ルナですね、ルナ。はい。そして、ソラナ。そして、トロイですね。ここが、対応の幅を広げたということで、ニュースに上がってきておりましたので、一応ね、皆様にお伝えをね、させていただこうと思いましたので、このニュース取り上げました。はい。まあ、短いですけど、これぐらいですね。新規扱い、あちらですよ。上場じゃないですかね。もう上場はされてましたからね。よろしくお願いいたします。はい。で、次行きましょう。こちら。行きまーす。ビッツコインが、一時、6万ドル突破、何みたいなね、形です。うん。ブルームバーグの報道を受けて、約6ヶ月ぶりにと、ちょっとごめんなさい。今、突破してません？
あ、まだですね。はい、ギリギリですね。行きましょう。はい、行きましょう。行きます。ビットコインは2021年4月以来で初めて6万ドルを突破したと。で、ビットコイン先物上場投資信託 ETF が早ければ、そうなんですよ、来ますよ、もしかしたら来るかもね。来週にもアメリカで承認される可能性があるという報道を受けまして、価格が上昇しておりますということですね。で、コインテレグラフマーケットプロのデータによると、ビットコインの価格は今月初めから上昇がね、続いていると。で、価格上昇が起こる前、9月20日から10月1日までの間はね、約4万2000ドルで推移していたということですね。で、ここちょっと注意してほしいのが、あれです、やっぱり。ね。あの、格言もありますよ。うん、わかりますよね。噂で買って事実で売れです。うん。これがやっぱり意識されてくるかもしれませんから、もしかしたら承認されたというふうなニュースが流れてきたときに、わかりますよね。うん。売りがかかってバチーンって一発ね、落ちてくる可能性がありますから、ここには注意をしておいた方がいいかもな、という形になっております。OK です。今、皆様、おそらく、ビットコインを見ていると、高揚感が多分出ていると思うんですよ。やばい、来た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 って高揚感が出ていると思いますので、ここ、ある意味ね、短期トレードをやっている方、は特にそうだと。あの、長期保有目的の方であれば、こちら ETF が承認されて、例えば一旦ね売り圧がかかってきてバーンとね調整が入って落ちてきたとしても、やっぱり後々を考えたらこの ETF のニュースってものすごく大きいですから、ぐーっと上がってくるでしょうからね。逆に言うと長期保有目的の方は落ちてきたら分割エントリーでまたね現物買いをねちょこ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 集めていくみたいな形で進めていってもいいかなというふうに思いますけれども、短期とか FX で今現時点で例えば勝負をかけている方であれば、この期待感が最高潮になってきた時に承認されましたってなったらね、一気にクジラ様たちがパチーンとね資産抜いて大幅下落を起こす可能性がありますから、そうなる前にもしねそこに不安感がある方であれば、そうなる前にねある程度、うん、この利確っていうのは意識しておいてもいいんじゃないかなっていう風な感じがいたしますので、ここは一つね注意をしておいてください。やっぱり昔からの格言で噂で買って事実で売れっていうのがありますから、ここは注意をしておきましょう。よろしくお願いします。逆に下がってきたらね、長期保有目的でパンパンパンとね分割で入れていくのはありでございますから、現物の ETF が承認された後のおそらくね何年間かはものすごい勢いでね成長してくると思います。これは私思いますので、やっぱり、うん、あれですよ。いろいろな方々、今まで投資を控えていた方々に対して、間口がものすごくね、この ETF は広がっていく流れになりますから、やっぱりね、何年間かかけてぐーっとね、上がってくるでしょうからね。やっぱり長期保有目的がメインとして持っておいてもいいかなと思いますけれども、うん、短期勝負で仕掛けている方もいると思いますからね。そこはちょっとね、注意をしておきましょう。よろしくお願いします。しつこいようですけれども、まあ、6万ドルあたりがね、ある程度意識されてますから、決着をしていくっていうのは重要でございますよ、というのは、意識をお願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。ビットコインは UTC、午前5時、直後に、はい、ビットスタンプで6万ドルを記録したと。で、ビットコインは4月14日に記録した最高値である6万4800ドルから、まあ私の目測では史上最高値は行くんじゃないかなとは思うんですけどね。なるべくなら ETF の承認があるっていう前にね、この高揚感で行ってほしい次第でございますけれども、行きましょう行きましょう。わずか 7% 離れているだけと、今もう史上最高値まで。で、ブルームバーグは匿名の関係者の話としてね、SEC が来週にも、ビットコインの先物 ETF を承認する可能性が高いという報道を行ったと。で、何者なんですかこの方はね、わかんないんですけど、一応可能性が高いと。で、ビットコインに先物 ETF への期待感は足元の相場を牽引しており、過去1週間で約7000ドルの価格上昇にね、繋がっているということです。で、5万3000ドルから6万ドルまで約 13% の上昇に相当するということでございます。で、これね、本当にね、良かったなと。5万3000ドルってかその前ですかね。5万1000ドルですよね。5万1000ドルを抜けてきた後は、ロングチャンスよというふうに皆様に言っておりましたから、もしあそこでね私の言葉を信じていただいて5万1000ドルからロングインをした方、ちょっとスイング系でロングインしてみようかなと思った方がいるんであれば、これはもう本当に最高の状態に今仕上がってるでしょ。おそらく9000ドルぐらいの8000から9000ドルぐらいのプラスになっていると思いますよ。1万あたりね、まあ、これこそいわゆる爆益というやつですね。爆益がね今発生していると思いますので、ここの決着をどうするか。5万1000ドルですからね、結構な低い金額で仕込めてますから、うん、まあまあなかなかいいんじゃないかなと。史上最高値を狙っていくレベルでスイングで持っておいてもいいかもなと。さっき言った事実売りでも5万ドルぐらいまで落ちてくるかどうかもちょっとわかりませんからね。5万5000ドルぐらいまでの落ちは、だからその前になるべくね上げていってほしいんですよ。だから6万4000ドルぐらいまで行って、その事実売りがあった時に1万ドル下落ってなったとしても5万4000ドルじゃないですか。つまり初め握った5万1000ドルまでは到達しないので、いいですか、そういった方々に関しては6万4000ドル超え、逆に、うん、8万ドルとか10万ドルというところ目指してね、ちょっと長めに持っておいてもいいかもねっていう感じはねいたしております。 OK ですか。ですから5万1000ドルで握った方は、さっき言った短期とか、あとは FX 関係ね、まあ短期の FX 関係ですよ。ここで握った方々よりもちょっと戦略を変えていった方がいいかもねと。どこまで上がってくるかっていうのを見て、ちょっと決着の仕方をね、どうしていくかっていうのを考えた方がいいでしょうっていうのをね、一応お耳の奥にパチッとね収納しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はですね、こちら
今言ったのはね、私自身も5万1000ドルでのロングをね、少量ですけど仕掛けておりましたので、だからここに対して皆様にもね、同じようなことを言いました。私自身はそう考えておりますから、6万4000ドルまでなるべく早めに上げてきてほしいなと。で、そこから事実売りがあっても、まあ、下がってきてもせいぜい1万ドルぐらいかなって思いますので、大幅調整ってことを考えるとね、そこからまた組み直して、ぐーっとね、今後の期待感を込めて上がっていくんじゃないかなと思いますので、そうなったら本当に8万、10万ドルぐらいまで狙っていけるかなというふうに思っておりますから、私自身がそういった決着をね、つけていこうと思っておりますので、一応ね、お伝えさせていただきました。で、次行きましょう。プーチン大統領は仮想通貨をサポートと。で、支払い手段としての役割にも言及をしたということで、ロシアがね、動く可能性がありますね。いろんな意味合いを含めまして。いきますよ。プーチン大統領は仮想通貨をね、サポートする方、あ、ごめんなさいね。ちょっと動画が流れてしまいました。はい。サポートする方針だと。で、3番目に大きな仮想通貨マイニング大国であるロシアのプーチン大統領は、モスクワで開催されたロシアエネルギーウィーク会議で、仮想通貨をサポートする計画をね、述べたことが明らかになったということですね。で、行きましょう行きましょう。支払い手段としての仮想通貨利用にも言及。こういったニュースがね、後々本当にボディーブローのようにね、聞いてきますからね、ぶっちゃけた話。はい。ですから絶対的にこういったものは頭の奥底にね、留めておいた方がいいですよということです。で、ブルームバーグ経由のCNBC とのインタビューで、プーチン大統領は仮想通貨は存在する権利があり、支払い手段として使用できると述べていると。で、ブルームバーグがね、述べたように、ロシアは数年前から国際貿易のためにね、アメリカドルに代わる存在を探していたと、ね、国際貿易って言ったらね、なんかね、わかりますよね。国際貿易と言ったらもう、XDC でしょ。みたいな方。いや、XDC じゃない。いや、XDC が一番でしょ。みたいな形でございますよ。私はそう思いますよ。はい。今、口をとんがらして言ってますけれども、本当にプーチン大統領のね、連絡先知っている方は教えてください。私言いますから、XDC がいいんじゃないの。XDC って言って、連絡、電話プチッと切りますから、よろしくお願いします。プーチン大統領の連絡先知っている方は、ぜひともね、教えてください。よろしくお願いいたします。あと一つは、あちら。はい。中国のね、方、あの方のね、連絡先知っている方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。はい。口がとんがっております。よろしくお願いします。はい、行きましょう行きましょう。仮想通貨にね、だから期待を寄せていると、代わりになる、ものが。で、しかし、プーチン大統領は、決済部門における仮想通貨の可能性を認めた一方、資産クラスとしてはね、不安定な性質を持っているため、石油取引を決済する際に、アメリカドルに取って代わると断言するのは時期尚早であると述べた上で、次のようにコメントしたと。いきますよ。仮想通貨界は全てが発展し、全てが存在する権利を持っていますと。で、仮想通貨市場は絶えず変動しているため、それがどのように進むかを見届ける必要がありますというふうにね、コメントしたと。で、プーチン大統領とゲンスラー委員長の意見が一致。 SEC のゲンスラー委員長ですね。いきますよ。プーチン大統領の発言は全て、ではないものの、ほとんどの市場で仮想通貨の長期的なね、実行可能性はないと述べたと。で、SEC 議長のゲイリー・ゲンスラー委員長と一致をしていますよということでございますね。はい。で、実際仮想通貨およびビットコインはアメリカドルのように有形資産に裏付けされておらず、まあ、データですからね、価格が非常に不安定であるのが特徴の一つであると。で、それでも仮想通貨はロシア国内では人気を高めており、中国のように厳格なね、規制を仮想通貨に設けないことで新興資産クラスとしての発展の可能性がね、期待されていると。で、最近中国は仮想通貨に対して、ここはね、ご存知の通りでございますよ、大規模な取り締まりを実施したほか、アメリカ当局も仮想通貨を規制するために、取るべき処置をね、検討していると。まあ、これはしょうがないでしょうね。やっぱ規制、まあまあ、いわゆるルール作りっていうやつですよね。で、一方でロシアは2021年1月に今年の1月、ロシア連邦財務省が仮想通貨取引に対する規制をね、制定する準備を始めていることが報じられており、仮想通貨を全面的に規制するのではなく、一定条件下で認めていく考えを示していると。で、さらにロシアのアレクセイ、モイセエフ、財務副大臣は最近、国がビットコインを禁止しないことを明らかにしており、ロシア政府は近隣大国とは異なった対応を取っていると。で、ロシアでは当初、犯罪利用への発展の懸念から仮想通貨をね、全面的に禁止する姿勢を見せていたが、詐欺などの犯罪リスクの減少と仮想通貨取引による税収への期待から、そうですよ、ここはやっぱり一番大きいと思いますよ。大きな方向転換をね、行ったと言えるということで、やっぱりそうですよね。税収への期待っていうのは当然ありますしね。だって、禁止したとしてもね、わかりますよね、こうね、こうどっかしらで取引をできる、まあ、裏ルートとか使ってね、やる方もいると思うんですよ。そっちの方が、ある意味問題なんじゃないかなと思いますからね。逆にこれは広く受け入れて、もう国の財源として税収としてね、見込めるんじゃないかって、そっちに方向転換するのは、おそらく大賛成というか、正しい方だと思いますけどね、私はね。だからプーチン大統領分かってるな、ということでございます。はい、次行きましょう。今日の最後ですかね。はい、そうですね。こちら、はい、一つ通貨が出てきますよ。一つ通貨が出てきますので、見ていきましょう。いきまーす。
アクシーの次のゲームには、ポーカーがおすすめと。で、稼げる NFT のテストネットが開始予定ということで、ニュースに上がってきておりました。いきますよ。期待の高いゲームプロジェクト、ポーカーが、ウェブサイトでのテストネットをね、間もなくローンチすると。で、公式発表日は11月11日を予定。今からでも登録が可能だということですね。で、ポーカーはいいですか？これね、ゲーム通貨ですからね。出てきますからね。世界初のブロックチェーン、NFT ゲームであり、無料で楽しめる上、お金を稼ぐことができると。で、このゲームは、アンリアルエンジン上で構築され、ブロックチェーン技術の能力をね、ですが、享受ですかね、できるだけでなく、そのグラフィックも秀逸だと。で、ポーカーは、ゲーミングとブロックチェーンを融合し、インパクトあるユーザーエクスペリエンスを提供する、パワフルかつ臨場感のあるゲームであるということですね。ポーカーゲームです。で、ポーカーのテストネットゲーム、確か私の視聴者様の中でポーカーをやっているという方がいらっしゃいましたからね。これは結構面白いんじゃないんですか？で、ポーカーのテストネットゲームは、1ヶ月以内にローンチ予定であり、その日に向け、引き続き準備を行うと。また、ポーカーは、同月中にネイティブトークンのPKR を大手取引所に上場するように働いていますと。これ、後で見ていきましょう。チャート、まだ上がってなかったと思います。動いており、これによってポーカーがね、より使いやすくなることは間違いないと。上がってなかったって金額がです。で、購入できる取引所ありましたから、お伝えしておきます。ね、いきますよ。で、さらにゲームのリリースに合わせ、大規模なパートナーシップも近々発表するということで、このニュース見ていただいた方、この PKR ワンチャンですよ。ワンチャンあるかも、本当に。で、ポーカーがポリゴンファンデーションと提携し、資金をね、受けた後でテストネットゲームがローンチすると。で、ポリゴンとのパートナーシップにより、プロジェクトはそのスマートコントラクトの透明性とね、監査能力をスケーリングの解決に移行し、イーサリアムメインネットの近年の問題である、ガス代と過密性の高さに関する問題をね、緩和すると。で、ポーカーはこれまであらゆる観点でゲームプレイがね、オンチェーンで監査可能になることが非常に重要だとして、透明性の向上に主に取り組んできたため、いいですか、ポリゴンのスケーリングソリューションはプロジェクトの透明性の向上において大きなサポートとなるということですね。で、ポーカーは、クイネルでいいですか、クイネルとのペネトレーションテストの最終段階に入っており、ゲームが安全かつ公平であることを第三者認証機関から保証されていると。で、キネルを備えていることで、コミュニティはゲームが安全かつ誠実性を持ってね、設計されていることを知ることができ、安心してプレイできるということですね。はい。で、透明性の高さ、セキュリティの強固さを強化した点において、ポーカーは他のゲームとは一線を画すということでよろしいでしょうかね。やっぱりね、これね、本当に最後のここ載ってますけど、やっぱりそう、仮想通貨業界というのは分散型でございましょうから、やっぱりね、この今載ってますけど、安全かつ誠実性ですよね。やっぱり信頼性っていうのがやっぱりものすごく重要なになるね、業界なんだなって、やっぱりこの文章を読んでもね、思いますよ。本当に話戻りますけど、ビットゲットさんのね、この対応、真摯なね、今対応してくれているっていうことは、やっぱり信用がね、上がっていくっていうことにもつながりますからね。やっぱりこれ仮想通貨業界の取引所にとってはものすごくね、重要なキーワードっていうのが信頼性、あとはそうですね、信用性であるとか安全性、誠実性っていうのがものすごく重要なね、やっぱりキーワードになってくるでしょうってことですよね。ゲームもそういったものも含めましてね、行きましょう。で、 PKR の成長の可能性ということで載っておりました。テストネットのローンチによりポーカーと PKR は大きな成長を遂げる可能性があると。で、また PKR は現在書いてますよ、中央集権型の取引所のビットマートに上場されていると。で、この可能性を大きく向上する。あのね、私先ほど調べました、ゲートとかにも取り扱いがなかったので、ちょっとここはね、私が普段使っている海外の取引所では取り扱いがなかったんですけど、ビットマートというところには上場されていると。で、ポーカーのビジネスモデルは、他にもねありました、ユニスワップもあったかな、パンケーキスワップもあったかな、後で見ていきましょう。で、ポーカーのビジネスモデルはこの記事の執筆時点で完全希薄性化の時価総額がね、194億ドルに達したアクシーインフィニティに類似すると。で、ポーカーの完全希薄化の時価総額はね、現在4020ドルに達していると。で、PKR がアクシーインフィニティと同じ時価総額に達した場合、現在の価格の482倍となるということです。で、つまり PKR がね、アクシーインフィニティと同じ時価総額に達した場合、仮に1000ドルを投資したとすると、48万2000ドルになる計算だということでございますね。で、より現実的に考えて、例えば短期でアクシーの時価総額の半分を達成した場合であると、24000% の増加となる、ということですね。で、仮想通貨プラットフォームを支持するエイコン氏のよう
ような投資家にとっては特にね、この ROI を見逃すべきではないだろうということでございますね。で、いきましょう。ポーカーの大富豪向けゲームルームということで、世界指折りの最高級ホテルの最上階にある上層階級が集まる秘密の部屋には、選ばれた人物がね、集まるという噂があると。おー、そうなんですね。で、例えば、ドーシーやマスク、トランプやキムといった名前の人々がね、集まっていると言われるが、そんな方々が集まっていろんなことやってるんですね。もちろん加盟の可能性もあると。で、噂によるとポーカーにもこのような部屋があり、同じような名前の人々がね、次々にやってくるそうだと。で、ポーカーの大富豪向けゲームルームは秘密に包まれているが、これは今後ね、変わるかもしれないよということでございますね。で、ポーカー、PKR& ポーカーと、ポーカーは完全なね、透明性と乱数の生成を実現する特許出願中、特許取得済みのプロトコルを持つブロックチェーン技術、アンリアルエンジン4を備えると。また、プレイして稼げるポーカーのパワフルなね、プラットフォームは、ネイティブトークの PKR によってサポートされると。で、トークンは、ユニスワップって書いてますね。イーサリアムに、パンケーキスワップでバイナンススマートチェーンに対応すると。で、中央集権型取引所で PKR を購入したい場合は、ビットマートでも取り扱っていますよ、ということですね。で、最後まで一応言いましょうかね。はい。ポーカー.game は、独自トークン PKR を持つ、世界初のプレイして稼げるポーカーゲームであり、アンリアルエンジン4を使用した臨場感のあるパワフルなね、ゲームプレイを実現すると。で、ポーカーは、オンチェーンのプロ、バブリーフェアなシステムを使用し、透明性の高いゲームプレイをね、提供すると。で、ポーカーはポリゴンと提携し、また融資を受けて、チェーンリンクの価格オラクルをエコシステムに統合。ポーカーのネイティブトークン PKR の最初のね、ステーキングプールが最近、ポーカー.game で提供され、年利 60% 近くを達成しているということでございますね。ですから今後ね、もしかしたらやっぱりこれゲームをプレイして稼げる。日本ではあまりね、馴染みがないでしょ、ポーカーって。でも、海外はものすごいですからね、ポーカーって。ものすごい盛り上がりをね、今現時点でも見せているらしいですよ。ですから、今後ね、ゲームとして、そうなんですよ。日本の方々にはあまり馴染みがね、ないんですけど、海外の方では人気なので、これね、ポーカーっていうこのゲーム自体が、やっぱり盛り上がってくる可能性がありますから、この PKR ね、投資先としてはワンチャンありかもしれませんので、もしよければね、考えてみるのはいかがでしょうかということですね。やっぱりほら、ずっと続く、逆に言うとゲームじゃないですか。アクシーインフィニティみたいに、こう、ポッドでのゲームとか言うわけじゃないので、多分、やる方はずっとやると思うんですよ。このポーカーというゲーム自体をね、稼げるしやるよという方がいると思いますから、ここはね、一つゲーム通貨としてはいいんじゃないかなと。で、今の金額がここに載ってます。 11.64 で、あー、まだ上がってきましたね。ちょっとね、ちょっと反応があったのかなという感じ。チャート的にはこんな感じですね。はい、このバチ上げはしてますけどね、まだまだもしかしたらいけるかもなと。で、下に落ちていきますけれども、こうですね、取り扱っているところが、まあ、だから日本円で言うと11円ぐらい。んで、市場ランキングがもう1315位ですから、まだまだ全然草レベルですよ。で、ここですよね、はい。取り扱っているところがパンケーキスワップ、ユニスワップ、ワンインチエクスチェンジ、ビットマート。で、ゼロックスプロトコルですかね。ここが一応取り扱いをね、行っているということなんで、もし気になる方がいるんであればね、ここ PKR ね、購入を考えてみてもいいかもしれない。よろしくお願いいたします。はい、そしたら本日のね、重要ニュースは以上となります。そして行きましょう、ちょっと遅くなっておりますけれども、本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします。お願いいたします。行きます。行っちゃいます。はい、行きますよ。はい、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、59,700ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、上昇チャンネルも綺麗にね、上にブレイクしてきましたので、これはね、いい形で、まあ、ことが運んでいるんじゃないかと。で、MACD 線も右上がりで強気相場がまだまだ継続中よという形でございますね。そして4時間足レベル見ていきますけれども、こういった形。はい。4時間足レベルでも、5万、もうまた上がってきておりますよ。もう、6万ドルは多分ちょうどつけていて、抜けていったんじゃないですか。あ、抜けていきましたね。6万356ドルが最高値。あー、で、上がってきてます。また6万ドルチャレンジをね、していきそうな感じがしますけれども、これ何回かね、ついていけば、もう一発のバチ上げがね、ある可能性があります。やってほしいことは、6万ドルいきますかね。やってほしいことは、とにかく、6万ドルを底として、足固めをしていくっていうパターンがありますから、一気にね、抜けていくっていうのもちょっとあるんでございますけれども、一旦パーンとね、抜けていって、どうでございましょう。1000ドル、2000ドルぐらいの上昇を見せて、売り扱ってパーンとね、落とされてくる可能性もあります。その際は、やっぱり6万ドルという切り板がね、きちんとサポートされてきたら、これはニュースでも上がってきておりましたけれども、逆に6万ドルっていうのが、押し目買いの最大のチャンスポイントになる可能性がありますのでね、ここは短期並びに FX 勢は入っていってもいいんじゃないかなと。このタイミングで6万ドルを抜けてくれば、先ほど言いましたように来週のね、先物 ETF の承認までは市場最高値を狙っていくようなフェーズに入ってくるかもしれませんので、4000ドル幅ぐらいの上昇がね、ワンチャン見ていける可能性がありますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい。で、もし6万ドルで握った方、もうね、損をしたくないよという方がいるんであれば、まあ、ちょっと余力を持たして、
うん、この一旦ね作っていた上昇チャンネルの上端値を割れ込んだらね逃げていくのがいいんじゃないかなと思いますので、ここはね意識をしておいてください。損切りのこともやっぱり考えておかないといけないので、ここ、うん、どうでございましょう、5万8500ドル付近を割れ込んだらもうね損切りをしていくみたいな形で見ておいてもいいかもしれません。で、あと6万ドルに到達せずに今からずるーっと落ちてきたとしても、この右上がりの 5万8500ドルですよね、このラインをサポートとして転換しているなと、機能しているなというふうに思ったら、まあ、4時間足レベルであと1回2回ぐらい底固めを行っているなというふうに思ったら、ここはね短期並びに FX 勢はロングインをして反発狙いでの史上最高値を狙っていくようなね流れになってもいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこはよろしくお願いいたします。とにかくなるべく早めに上げてきてほしい、 ETF 承認されましたよというふうな前にね上げていってほしいということでございます。はい、次行きます。次はこちら行きましょう行きましょう、うん、ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします、お願いいたします。はい、行きます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3810ドル付近をね推移しているような形になっております。で、これも3860ドル付近まではねこの点々線のライン上上がってきておりますけど、そこから売りがかかってね落ちてきているような状況でございます。まあちょっとした今調整がねかかっているよということで、まあ日足を見ていきますと、マックD線右上がりで申し分なし、はい、上昇チャンネルをきちんとね上にブレイクして、ローソク足確定しているので、これも申し分なし。4時間足レベルで言ってもここね、やっぱり上昇チャンネルのこのもともと効いていたレジスタンスラインをサポートとして機能仕掛けておりますよね。ヒゲをポンポンポンとつけておりますので、ですからこれもね底固めをしているという形で言うと申し分なしでございます。 OK です。ですからまあ今ぐらいでまあ握って短期並びに FX 勢ね上昇を期待して握っておいてもいいんですけど、まあもしかしたらビットコインが押されて落ちてきた場合、もうちょっとグリッとねこのレジスタンスライン上ぐらいまで3700ドル前半ぐらいまでやっぱり落ちてくる可能性がありますので、そこまでもし待てる方がいるんであれば待っていただいて反発狙いでグッと入れていく。で、落ちてきた要因が何なのかって、もしここまで落ちてきたら落ちてきた要因が何なのかっていうのは情報としてね、もしゲットできるんであれば早めにゲットしてみて、早めにゲットできるんであればやっぱりそこはゲットしてね、下落の要因を考えて大丈夫そうならロングをねしていただくのがいいんじゃないかなという感じがいたしております。で、狙うラインは4000ドル付近ですね、4100ドルぐらい、うん、ここを一旦ね狙うフェーズとして話が進むでしょうから、ここはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。4100ドルぐらいが今はまた見れていけるかなと思いますので、まあでも切り板っていう4000ドルがね意識される可能性もありますから、そこはねまあ各々の、うん、資産のね金を見ながら利確ポイントを決定していくのがいいんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、次行きます。まあね今ねいい形で上昇トレンド、おーっと6万ドルを超えてきてますよ。今からぐんぐん登ってきてほしいところでございますね、言ってくれと。で、ちょっとねビットコインが今頑張って上がってきてるんですけど、アルトドレインですかね、アルトコインの資金をちょっと吸い上げているような感じもしますよね。ですからこれ他のあまり全てのアルトコインが上がっていなくて、結構主要なビットコインに連動するものに関しては上がっているんですけど、他にね上がっていない通貨もちょこちょこありますのでね、これは後々の爆上げには期待したいところですね。一旦ビットコインが落ち着いてきてアルトコインに流れてくるっていう流れもねあるでしょうから、ここに対しては期待をしていきたいところでございます。はい、で行きましょう行きましょう、ごめんなさいね。次は行きます。こちら皆様の皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いやお願いいたします、お願いいたします。いきます、いっちゃいます。はい、マティック、なんでございますけれども、ただいまの価格が 1.47 ドル付近を推移しております。で、これに関してはもう話が端的、うん、三角持ち合いを上にブレイクしたような形になっておりますからね。三角持ち合いですよ。はい、こういった形ですから今ね結構力強さが、出てくるんじゃないかなと。で、ちょうどねわかります、私が設定しておりましたやっぱりこの上から2番目のオレンジのラインで実まあ、押されましてね戻ってきたような状況になります。ヒゲまで噛みすると、うん、ここですかね、ここ、あー、ですからこのラインですよね。戻り高値のいわゆるね一旦つけていってこうぐんぐんぐんとで上がってきた時のこのね高値、で反発してきてずるっと落ちてきてますから、やっぱりこの値位置が意識されているのかなということでございますね。あー、ごめんなさい、その下ですね、ごめんなさい、その下、1.519ドル、あー、やっぱでも同じ値位置ですね、うん、そうですね、ここでのレジスタンスサポート、レジスタンスからの下に抜けてずるっと落ちてきてますから、やっぱりこの上から2つ目のねオレンジのラインっていうのはレジサポ転換線として意識されていて、押されて落ちてきたんじゃないかなって感じがいたしております。で、今とにかくごめんなさいね、三角持ち合いの上端長も抜けていったので4時間足レベルで今確定させているでしょう。ですからこれロングチャンスなんですけど、まあ欲を言うならねこの 1.519 ドル、このラインをちゃんと明確に抜けてロウソクを確定してくれればロングインをして次 1.7 ドル付近をね狙っていくような形が一番理想形なんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはね意識をしておいてください。とにかく、あちらマティックに関してはね上にブレイクしたので良き動きが発生してくるかもねということでお願いいたします。はい、次行きます。次はこちら、ジャスミーですね。ジャスミーを見ていきましょう。どこにいるかなということなんでございますけれども、あ、いました、いました。はい。ジャスミーでございます。うん。こちらなんでございますけれども、一旦はね、上昇チャンネルを作ってぐん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 推移していたんでございますけれども、そこからちょっと相場感が変わりまして、今、下落チャンネルをね、制作しているような状況になってます。で、これはもう一旦消しといてもいいかもなと。OK ですか？で、
ちょうど下落チャンネルを下に割れ込んでしまったんですけど、4時間足レベルで強気の雲がね、その下にちょうど差し、待ち構えておりましたので、これは反発をしてきて、もう一回下落チャンネルの中に回帰をしてきて、力強さがちょっと出てきてね、抽選ラインにアタックしているんじゃないかなっていう感じがしております。OK ですか？ですから、まあ、これね、まあ、抽選ラインを超えていけば、この、下落チャンネルの上端値にね、ぐっと、近づいていくっていうのは、まあ、はっきりわかるんでございますけれども、抜けたとしても、そのすぐ直上に 0.08 ドルという、やっぱり抵抗線がありますよね。やっぱ抵抗されてますもんね、ここは。この 0.08 ドルっていうのは、前、ものすごく、上げた時の天井、あ、ここです、はい。0.08 ドルっていうのは、ここの実践部分での天井になりますから、やっぱりこの、金額はね、意識されて押されてくるんじゃないかなと思いますので、OK ですか？まあ、おすすめで言ったら、まあ、ちょっと金額幅が広がるんですけれども、やっぱり 0.08 ドルを超えていってからロングをしていくのがいいんじゃないかなっていう感じがね、いたしております。OK でございますから、今はちょっとまだやめた方がいいですね。下に割れ込んでいくか、上にブレイクしていくのか、ちょっとわからない状況ですから、はっきりと明確に上にブレイクしてきてから入っていくのがね、短期並びに FX 勢はいいでしょうから、そこはね、お耳の奥に収納しておいてください。はい、そして、次いきますよ。次は、GRT、はい、ザ・グラフをね、見ていきましょう。GRT でございます。いきます。いっちゃいます。はい、いきましょう。来ました、皆様。GRT も、ここ。わかりますね。高値を結んだラインを、はい、来ましたよ、皆様。ブレイクをね、ちょうどしたところでございます。こういった形で高値を結んだラインですよ。OK ですか？ですから、ここ、しかももう一個要因がいいことね、抜けて、まあ、抜けていってるんですよ。ギリギリ抑えられているかって感じですね。あともう一つが、やっぱりこのね、水平のラインですよ。うん。これは何かって言いますと、このダブルボトムのネックライン、そして、このダブルボトムのネックラインという状態が、このね、黒い平行ラインでございます。OK ですか？で、あとは、ここダブルボトムのね、ネックライン付近にもやっぱ見えますから、この 0.、どうでしょう、ドルベースでいくと、0.78 ドルぐらい、0.78 ドルぐらいをね、やっぱりきちんと4時間足レベルで突破してきたら、強さが出てくるんじゃないかなと思いますので、ここに対する期待感を持っていきたいところでございます。OK です。ですから、もうちょっとですね、もうちょっと上げてくれれば、この水平ラインよりも上に位置づけるようになりますから、よりね、強いね、上昇が待ってる可能性がありますよ。ドルベースでいくと、言いましたね、さっきね、0.78 ドルを超えていってから、このライン上で確定をしていただければね、いい形で仕上がっていくかなというふうに思っております。はい。で、上がってくるんであれば、やっぱりこれ長期の移動平均線というのは考えられる。うん。意識されるでしょうから、0.95 ドルぐらいまでの、ちょうどここね、戻りの高値にもなってますからね、この付近が。0.95 ドル付近が、利確ポイントとしてね、設定しておいてもいいんじゃないかなという値打ちになりますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、高値を結んだラインと、あとはね、平行ライン、黒い平行ラインを抜けていけばね、もう同時に抜けるような形になりますから、爆上げにはね、期待をしたいところでございます。はい。そして、今日のね、最後、うん、チャート分析いきますよ。最後がもう今ね、もう完全にね、波に乗りまくっている、キープを見ていきましょう。キープ。はい。来ました、皆様。一旦は 100% 上昇ぐらいあったのかな ?2 倍ぐらいの上昇があって、今、アーテーハをつけてね、ちょっと戻ってきてるような状態。うん。これは、上場後のヒゲまで加味したところですから、まあ、あまり参考にはならないのでね、まあ、そこは注意をしておいてほしいですけども、一応ね、もう、まあ、ここ、上場後からを加味すると、史上最高値をつけて、ぐっと上がってきましたので、今押されていますからね、ここがどういった形で決着をしていくのか。で、ちょっとごめんなさいね、これ上昇チャンネルが描かれていく可能性もありますので、いいですか？そこは追加しておきましょう。はい、こういった形。こういった形ですね。天井。はい。ってなると、もし、これね、いいですか？キープに関して言うと、この値打ち、ドルベースでいくといいです。いきますよ。0.73 ドル付近をサポートとして機能したんだっていうふうにね、確認できたら、これは、ある意味、おしめ買いのチャンスとして、ロングインのチャンスになりますからね。短期勝負をやられる方は、ちょっとそこに注目をしておいてください。はい。この上昇チャンネルの上端値がサポートとなってきたら、おそらくやっぱりこの上昇チャンネルがね、意識はされていますので、反発狙いでの短期並びに FX はね、おすすめでございますので、よろしくお願いいたします。長期保有目的で持っていこうかなっていうふうに思っている方は、もうちょっと作業をね、待っておいてもいいかもしれません。はい、それではね、本日の第2部の配信以上となります。ちょっとね、ごめんなさいね、今日の第2部の冒頭は、ビットゲットさん、のね、あちらご報告がありましたので、ちょっと長くなってしまいました。ここで、ね、ご了承ください。申し訳ございませんでした。で、あと真摯に対応がね、されると思いますので、また、報告があり次第ね、皆様にお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あとツイッターのトップの方はね、また新しいリンクで、ビットゲットさんの方、うん、差し替えしておきますので、もしね、この取引所、新しいリンクでございますから、ボーナスも対応になりますので、もしよろしければ、リンクをね、ご活用していただいて、こちらアカウントをね、作成していただければ、大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ごめんなさいね、長ったらしくなりまして、第2部の配信以上となります。そして、チャンネル登録者様がなんといきますよ。チャンネル登録者様がなんと、
9553名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。9553名の方に登録をしていただいております。本当にありがとうございます。これも一人に皆様のね、高評価であるとかバットボタンでも全然構いません。そして、あとはねコメント等もやっぱりおすすめに上がっている要因でございましょう。そしてやっぱりなんといってもねツイッターの方ですよね。こちらのリツイートというのがものすごくねやっぱり、大きくこれは効いているかなと思いますので、ぜひとも今後ともね、リツイート、あとはいいねボタン、含めましてよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信以上となります。明日の朝はね、第1部の配信が、9時ぐらいにはしていこうかなと思ってます。9時ぐらい。だから、かなりこの動画との、間隔が短いですけども、そこはね、ご了承ください。よろしくお願いいたします。9時ぐらいですかね、配信をしていきますので、お願いいたします。はい、それでは、皆様、明日土曜日、日曜日お休みの方もいらっしゃいますでしょう。ゆっくりね、ご自宅の方で、お休みね、してみてください。私も、ね、明日、明後日は休みでございますので、ちょっとゆっくりね、したいなというふうに思っている次第でございます。それでは、おやすみなさい。では、